カロル・シマノフスキの公共曲第3番夜の歌作品27は1916年に作曲された公共曲である。シマノフスキは生涯に4つの公共曲を作曲している。1906年と1907年の間に作曲された第1番1909年から1910年にかけて作曲され、レーガーやリハルト・シトラウス、 スクラービンの影響が見られる。第2番、競争交響曲と題されたピアノ競争曲風の第4番及び本作である。交響曲第3番、夜の歌は単一学賞の声楽付き交響曲である。そなた形式によらずに自由に構成されており、交響曲というより、実質的にはカンターータに分類されうる。無調的な響きやフランス印象主義風の異国情緒。 ストラビンスキーを連想させる豪華絢爛で原色的な還元落法、スクラビンバリの神秘性と感能性に満ち溢れた意欲的な作品である。夜の歌の作曲はシチリアや北アフリカ旅行の後シマノフスキがポーランドに戻って北1914年の夏から始まっているが、その後作曲には時間がかかり、1916年の夏になって完成した。 当初、夜の歌は、ロシア人指揮者、アレクサンドル・ジロティの指揮で、1916年9月19日に、ペトログラードで初演されるはずだった。しかし、ロシアでは、ロシア革命に至る騒乱がすでに始まっており、この演奏会は延期された挙句中止になり、実現しなかった。さらに、ポーランドでの初演の計画も、戦争や革命騒ぎのため中止になり、結局、初演は、 作品完成から5年後の1921年11月24日になってロンドンでようやく実現した。初演の演奏はアルバート・コーツ式ロンドン交響楽団。しかし初演はされたもののスコア通りには演奏されず、不完全な状態で公表された。本来入っているはずのテノール読唱と混声合唱は省略され、読唱パートはチェロ。 合唱はオルガンで代用された。なお、この時シマノフスキはアメリカ合衆国におり、ロンドンでの世界初演には立ち会っていない。1924年になって、今度はワルシャワで演奏された時には、ロンドンでの世界初演よりは、マシなものになり、アダムズとブッシュの演奏によるテノール独唱が加わったが、合唱パートは相変わらず、オルガンで代用された。ワルシャワ初演の式は、 シマノフスキの友人で、当時のシマノフスキの演奏の権威、グジェゴシュフィテルベルクである。次のように3つの部分から構成されるが、すべて簡単なく連続して演奏されるため、実際には、単一学賞の作品と見て差し支えない。ペルシャの神秘主義の詩人ジャラール・ディーン・ルーミーの第2、先週、ガザルの296番のポーランド語訳から、取られている。使われている。 ポーランド語訳は、タデウシュ・ミチヌスキによるドイツ語訳からの重訳である。ありがとうございます。